皆さんこんにちは、先ほどの動画で、まあ、この釣り用にね、ヤケを買ったって言ったんですけど、まあ、迷彩ということで、こんな感じです。まあこれから戦場に行く予定ですけどっていうのは冗談ですけど、新しくね今回言及させていただいた機材を購入しました。まず前このニコンの D610 なんですけど、自分の愛用のね、4年半前に買い替えたものです。5年がちょうど保証期間、カメラの北村で買って保証期間ということであと半年ですけど、この間まあ、これで撮影、動画撮影することも結構多いんです。今撮影してるのは、ソニーの 4K のビデオカメラ、FDR-AX の100ということで、これよりも画素数が高い 4K、これ一応フルハイですから、ただまあこっちの方が結構、まあ、レンズがレンズだけあって、ボケ感が出したりするんだよね。でもこれはこれで、まあ、だから使ってる感じです。で、これは写真をパシャパシャ撮るのもしますけど、それプラスアルファで自分はね、動画も撮影します。まあ、これかなり、待ってください。まあ、後でちょっと撮影しますよね。まあこんな感じで連写機能になります。まあ26万当時の金で26万で買ったんでね、まあ、今かなり安くなってますけど、このレンズ込みで26万で、このレンズが 28mm から 300mm ということでね、なってます。で、これで撮影してる時よくね、声が聞こえませんとか、風の音でっていうことを言われたことあったんで、マイクを購入しました。マイクロのね、ステロマイクということで、これで、まあ、かなり風の音が軽減されて、自分がこう喋ってる時の音が結構拾える感じです。なので、これは、まあ、便利ということで、機材がステレオマイクロフォンで ME のね、1、ニコンのね、購入したんで、まあ、これから、重宝していこうと思ってます。まあ、ベッドで今使ってるのが 4K のビデオカメラなんだけど、それもですね、まあ、こういったマイクロのステレオフォン、ステレオマイクを買おうかなと思ってるんですけどね、結構やっぱり海外行くときに持っていくと荷物になるんです。この間、4ヶ月の時にこの、あえてストロボ持ってかなかったんだけど、でもやっぱりいい写真撮るならやっぱストロボが必要だなっていうのは実感しました。まあ、ストロボあったらやっぱり光が届く範囲が違うので、ちょっと違った。なのでね、やっぱりその方がいいんだけど、荷物なんですよね。そう。やっぱこの方がね、やっぱり光が結構遠く、室内とかで撮ってる時はこっちの方が綺麗に撮れるんで、これ持っていきたいんだけどね、これだけでも結構重たい。何百グラムかな、これ。で、これと蓋を合わせて多分1キロ近くなるんで。なんで、あえてだからこの辺持ってこなかったんだけど、いや、やっぱ持ってくべきかなと思います。でも結構荷物のね、貴重品管理ってのは海外って結構これから行く国、特に危ない国多いんで大変なんで、どうしようか今考えてるんですけどね。マイクは一応持ってきます、マイクね。両方とも。もう一個そっちの今映してる。4K の方でも、4K の方の、マイクをね、購入しようと思ってるんですけどね。まあこんな感じです。一応この、修理出して結局何も問題なかったって言われたけど、音が鳴ってたんでね、なんでなのかなって思ったんだけどね。その北村が提携してるところを大阪にあるところと、あとニコンにも出してくれて、ニコンでも結局一応検知されなかったってことなので、まだまあ、この後ね、動画撮影していただいて異常がないかっていうのを確認したいと思ってるんだけどね。うん。これはこれで、写真撮影、三脚立てて撮影した後にこれで撮ることも結構多いんです。めんどくさいんで、ね、その帰るのがね、4K の方にね。まあそんな感じです。なので、まあ今回ちょっと新しく機材を購入しましたということでお知らせさせていただきました。まあこれとか、まあこれもストロボ持ってこうかな、今度ね。うん。まあこんな感じです。まあ新しく何か機材買ったらこのような形で紹介させていただきたいと思います。皆さんも何かね、質問とかありましたら、質問いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。